初心に帰って初回投稿の撮影場所でもある仙台市太白区の長町エリアの夜の風景を撮ってきました。長町は新旧両方の顔を持つ仙台かつての宿場町、宮城の住みたい町ランキングで上位に入り、仙台南部の副都心となっている今人気のエリアです。夜の散歩がてら目的なくあちこち歩いて風景を撮ってきました。まずは長町駅前、 JR と市営地下鉄の両方が通っており、交通の便に優れたエリアです。昔からある駅ですが、東部の再開発に伴い高架化、今の形になりました。線路を挟んで西側はかつての宿場町として栄えたエリアですが、今ではその一面は消え失せ普通の商店街となっています。ランドマーク的な存在のタイハックルという複合商業施設があるほか、昔から続くレトロな銭湯や二番街という昭和の横丁があるなど、重ねた歳月の中で作られた独特の街並みが魅力です。細かいところに目を向けると、笹谷街道と名付けられた道が見つかり、宿場町だったことをうかがわせます。大通り以外は暗めなので夜の散歩には不向きですが、二番街のような風景が見られるのはこちら側の特権ですね。西方向には住宅地が続きますが、長町南の方まで来ると太白区役所とショッピングモールのザ・モール仙台長町およびララガーデン長町があります。こちらの方面に住んでいるのですが、かなりモールへの依存度が高いです。正直モールがなくなったらおしまいです。長町駅の東側、旧国鉄時代の貨物ヤードなどの土地を再開発して作られたのがアスト長町です。アスト長町のアストは日本語のアス、英語のアスをかけたものに都の都を組み合わせた造語で、未来の私たちの町という意味が込められているそうです。高層マンションやイケアなど大型の専門店が立ち並ぶ洗練された都市エリアが南北に続いています。私立病院やゼビオアリーナ、ライブハウスなど多様な施設があり、最近の長町といえばこの辺りのイメージが強いのではないでしょうか。
南には JR の大師堂駅があり、北へ行けば地下鉄の長町一丁目駅が近く、公共交通機関へのアクセスは最強クラスです。ちなみに、IKEA がある場所の斜め向かい、現在駐車場となっている場所にイオンタウンの建設計画があったと思うのですが、いつ実現するのでしょうか。すでにヨークベニマルが2店舗と宮城生協があるので、タイミングを見計らっているのでしょうか。といったところで今回の動画は以上です。そろそろ仙台セミ J も2周年、いつもご視聴ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。